どうも、カラドジョラクセコ研究者の代表、高野清志です。えー、今日はですね、よくう使う,う判断基準なんですけれども、ランジですね。フォワードランジをしてもらうことで、えー、まあ股関節がどういうふうに使えてるかを判断したいと思います。まあフォワードランジする前に、まずしゃがんでもらうんですね。しゃがんでもらって、まずしゃがんでもらった時に、まっすぐ降りてるか、こう、腰とか膝がまっすぐ前向いてて降りてるか。 これができてるかどうか。これとかよく見てあげます。で、これがですね、例えば、膝、中入っていくなあとか、それとも、寄るなあとか、右に寄るとかなってくると、えー、いろんな、その、代償みたいな。で、えっ、ー、と、両足でやったときに、すでにもう、こっち寄ってるとか、もうわかりやすい。膝が中入るとか。 どうだったらすごく、あの、右の股関節弱いな、みたいな判断をちょっとしたりするんですけれども、これがまず、まっすぐは、しゃがめてます。ってことだったら、ランジをですね、やってみたいと思います。片方の足前出して、で、落とす。まあ、スプリットスクワット、みたいな感じですね。こんな感じでやってみよう。ですね。この時に、つま先、膝、股関節、このラインが、 垂直線上のまま上下動できればいいなっていうのを見たりします。これがですね、弱いと、ここが弱かったりすると、まあ、このように崩れますね。まあ、ちょっと黒で見にくいですけど、こういう感じ。膝が中に入ったり、腰が逃げたりってしますで。さらにですね、横から見るとですね、股関節ちゃんと乗っていれば、ここが折りたたんでくれるんですね。股関節がちゃんと折りたたんでいくような感じでやろうとします。だけど、 パワーがないとどうしてもこういう人は大体ですね、えー、押すぐっとになったりとか、まあ当然効率性が悪くなるので、えー、末端の関節に来るとかかと痛くなったり、まあ小学生とかだったら、小学生、中学生だったら、かかと痛くなったり、えー、ひが押すぐっとになったりとか、そういうような人は多いですね。そういう疲労系の痛みが出る人は、大体こういうのが出てくるので、えー、それをチェックしたりします。 ある程度、その筋力が、しっかり担保されているのであれば、できるんだけど、あのー、ま、ま、なえるところもあるんですけど、まあ、本当に、運動量が多くなったりとかして、休みなく、自分の所属チームだけじゃなく、違うところで練習もしてるなんていうと、運動過多になって、えー、特に、育成年代は、まあ、おすぐと、で、膝痛くなったりとか、えー、まあ、室外圏に痛くなると、ジャンパ膝とかいますけど、そういうふうな形になってきます。 あの、こんだけ動いてて筋力つかないんですかとかも言われますけど、やっぱりその使い方をしっかりやっていかないと、まあ、負担が多すぎちゃって、筋力はつかない。で、パワー出さない。っていう風になっちゃうんですね。なんで、使い方っていうのは、まあ、しっかりとチェックしてあげる必要があるという感じになります。なので、それをどのようにするかは、まあ、当然、その人の癖だとか、 競技にも違うんですけども、予定違うんだけど、そういうのをちょっと見てあげるといいかなと思います。よく、ランジで、スプリットスコットですね。こんな感じで、やるときに、どういうふうな動きをしてるか、っていうのを見たりします。まあ、こんなやつをですね、今、ポースログとかで、動作を可視化してですね、可視化をすることによって、今どうなっているのか。じゃあ、こういうふうにやったら、こういうことができるよね、っていうところの、話を、私は今、している感じですね。はい。そのように、 え、ご家庭ででもですね、お子さんの動きとか。まあ、今、スポーツされている方、あの、ランニングとかやってて、どうもなんかこう、貼るんだよね、片方だけ貼るんだよね、とか、そういうのだと、今みたいなのがやってあげると、できないこともあるのかなと思います。で、何が変わってるとかがわかんない場合は、あの、質問してほしいなと思いますね。えー、問い合わせもらえたら嬉しいなと思います。そういうのをどんどん見ていくと、面白いかなと思っています。というところですね。では、 今日はここまでになります。質問やご意見などありましたらコメント欄に残してください。チャンネル登録やいいねも引き続きしていただけると嬉しいです。それではまた。